ポートです。出番です。我が砥石よ。それ。ほっ。行きますよ。ご注意を。さすがは私のお供です。気をつけてください。仕掛けてきますよ。注意を。仕掛けてきますよ。よし。罠を仕掛けましたよ。
行きますよ。やれやれ。特別なクエストが追加されましたよ。どのクエストに挑まれますか？修羅の猛獣鬼人なりて、哀れな竜せめて人たち悲壮の覚悟、鎧かぶとの長い御堂合衆お早的なし引き逃れ。行きますよ。
しませんよ。
今のうちに。頂戴します。覚醒しました。Hiya!お別れです。クエスト完了です。長い長殿の狩猟、お見事でした。ん、お前こそ真の強者よ。僕たち、佐藤さんに言われて考えたんだ。佐藤を守るために、自分たちにできることってなんだろうって。でも、僕はお供のお世話しかできないし。私はお団子作るしかできないんだよね。でもさ、伊織くんがお供のお世話をすれば、狩猟がうんと楽になるし、私が美味しいお団子を作れば、みんな元気で、笑顔になるよね。それが里を守ることにつながるかなって。うん、良い答えだ。カムロの若者は皆聡明で頼もしい。では私は里を守るため受付嬢のお仕事に戻りますね。僕は広場に。私は茶屋へ。さあ、
新しいお団子作るぞまがいまがど団子黒ごまでこうね、あー素敵。よくぞ我が任務を果たしてくれた。礼を言う。受け取れ。カムラの里に代々伝わる宝刀だ。マガイマガドから里を救ったお前に譲ろう。いいから受け取れ。ジジイの俺には少々重たかったのだ。さあ、これで肩が軽くなったわ。守り抜く。
おう。おう。